かいやがんな。さっさと片付けちまうか。すげえ岩だな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。よく崩れねえな、あの岩。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。そっちに行ってもしょうがねえな。これで7個全部集まったぞ。できればドラゴンボールを使わねえで済ましたかったが、仕方ねえ。セルの強さはそこが見えねえしな。オラだけじゃきっとセルには勝てねえが、これでいざという時の準備だけはできたな。
ちゃんと復活できたようですね。あ、サンキューデンで。どう？おお。よし。おい。おう！サンキュー！よし！え？おう！ありがとな。よし。どう？すまんの。あ！え？用事も終わったし、修行でもすっか。はっやセルとの戦いの準備はできましたか？わかりました。頑張ってください。それぞれの思惑を胸に時は過ぎていき、地球は運命の5月26日を迎えた。よし、行ってくっか。気ぃつけるだぞ、悟空さん。死なねえでくれ。おう、分かってさ。ごはんちゃんは戦わねえんだろ。ちょ、約束してけれ。ご
ハンちゃん戦わせねえって。じゃあ行ってくる。あ、戦うかもしれねえんだごはんちゃんも。おっす、来たか。いよいよだな。あれ、ベジータは精神と時の部屋で修行やってたんだよな。やつなら一足先に行った。そうか、張り切ってんな。ああ、そうだな。なんだよみんな、何沈んでんだ。悟空、まずいことになっちまったんだ。ドラゴンボールを一つの願いでたくさんの人が生き返れるようにしてもらっただろ。そうすると前みたいに一回死んだものはもう生き返れないんだってよ。すみません、最初に言っておけば。なんだ、気にすんなよ。でんで、俺たちは死ななきゃいいんだからさ。死ななきゃって、相手はあのセルなんだぞ。いいから早く行こうぜ、12時過ぎちまうぞ。悟空、お前なんでそんなに余裕なんだよ。ほらほら、置いてっちまうぞ。あの、クリリンさんも一緒に行きますか。ああ。はっ、なあ悟空、セルに勝てると思うか。さあな、やってみねえと。地球の運命を左右するセルゲームまであと20分余り。セルは身じろぎもせずリングの中央に立っております。人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対し、ただ一人立ち上がってくれた我らの英雄にして希望、格闘技世界チャンピオン、ミスターサタンは、おお、ミスターサタンがやってきました。
聞けんセルタやら、俺にはとっくにバレてるんだぞ。都や軍隊を破壊したのは爆弾を使ったトリックだろう。だがそんな手はこの俺には通用しないんだ。なんだあのゴミは。ベジータめ、やはり証拠りもなくやってきたか。こいつは驚いた。まだ存在していたとは。しかも破壊したところが治っているじゃないか。あ、あいつら空を飛んできたような気が。トリックだな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。見えてきたぞ。やっと来たようだな、孫悟空。待っていたぞ。集った最強戦士たち、セルゲームの幕開け。お揃いでようこそ。全員空を飛んできましたよね。流行っているようだな、あのトリック。16号、お前治ったんだな。礼を言いたかった。ありがとうクリリン、そしてご飯。よかったですね、16号さん。お手げ、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。暗いやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい、さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ殺されっぞ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。殺されたってあいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。ズリャッズリャッドーハ。うるさい。リング外に落ちてしまった。サタン選手、負けてしまいました。さあ早くセルゲームを始めるぞ。ミスターサタン、なんで負けてしまったのですか。ああ、足を踏み外してしまっただけだ。ちょっと休憩したら本気でやってやる。あいつまだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃあオラからやらせてもらおうかな。ほう、一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。
悟空、貴様と戦うのを楽しみにしていた。こいつは光栄だな。うめえもな。戦いはこうやってある程度実力が近くなって面白くない。ああ、オラもそう思う。おめえもそうみてえだけどな。私は相手にもよる。オラもだ。やるじゃないか、本当に。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。先祖とやらを食うがいい、孫悟空。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。あいつの言う通り、悟空さんに先祖をあげて全員でかかれば、今のセルなら倒せる。黙ってろトランクス。貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。そんな勝ち方をするぐらいなら、あいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかしこのままではやられるだろうな。確実に頭に来るが認めてやる。俺はあれだけ特訓したが、カカロットを超えられなかった。あの野郎は天才だ。だがセルはそんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったらどうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだな。どうした。私はもっともっと楽しみたいんだ。めった、高三だ。おめえの強さよーくわかった。ほら、もうやめとく。何？高三？何を考えているんだあいつは。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなれば、この地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろう。次に戦うやつをオラが指名してもいいか。貴様、本当に降参する気か。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければもうおめえに勝てるやつはいねえからだ。だがオラ、さっきおめえと戦ってみて、やっぱそいつならおめえを倒せると思ったんだ。何？だからオラ、すべてを任せて降参した。いいだろう。では聞こうか。その存在するはずもないものの名前を。次にセルと戦うやつは、セルに勝てるやつはそいつしかいねえ。おめえの出番だぞ、ご飯。なに？え？なんだと？やれるな、ご飯。僕がセルと？無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ご飯はオラたちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる。精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたんだ。本人に聞いてみてやろうか。さっきの父さんとセルとの戦い、
凄すぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ？セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だがおめえには手を抜いてるように感じたんだろう。そうなのか。ご飯。はい。あれ、ご飯。平和な世の中取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろう。わかりました。やってみます。僕がセールと戦う。孫悟飯、貴様が相手とはな。あれが悟飯か。あのおとなしい悟飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんな孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。すぐに殺してやる。僕が一番。終わりだ。生きなかった。なるほど、本当にハットリではないようだな。ただやるのか。する。僕は戦いたくないのに。まさかこの私に勝つつもりか。タッチ。いやー。うわー。いやー。いや。なるほど、少しは本気を出してやるか。やっぱり無駄だよ。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。
そんな話を聞いて、おじけづくとでも思ったのか。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあ、どうした？痛いだろう。怒れ。嫌だろう、このまま死ぬのは。そう、俺はご飯に加勢するぞ。待て、ピッコロ。ご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには、怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだ。そう、貴様は間違っている。ご飯は貴様のように、戦いは好きじゃないんだ。今ご飯が何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな。実力はナンバーワンになっても、あいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖くれ。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ。貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。ん？お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けだなぜだ。なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士が、お前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで、取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。うん。今度は貴様たちの番だ。うん。なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちよ。孫悟空たちを痛めつけてやれ。気をつけろ。恐ろしく強えぞ、こいつら。もうダメ出してと、やべえぞ。やるしかねえ。ふざけやがって。
カ野郎、他人の心配をしてる暇なんかないぞ。このままだ。くだらんことを言ってないで戦え。よし、セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。やれ、殺してしまえ。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どう怒ったらその力が出せるのかわからないんだ。どうなってるんだ。さすがにこれは やばい。今のうちに引き上げよう。待て。引き上げる前に俺をあの子供のところに持って行ってくれ。頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。やかましい。名前も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑いもんだぜ。近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。やっぱしちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。そう。行くぞ。さあ。16個。孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。
カバット、覚醒の孫悟飯、放て親子カメハメハ。もう許さないぞ、お前たち。真の力。まさかこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。Thank you.